僕は旅人美容師のウーパー。世界中の孤児院やスラム街を中心に、主に子供たちへ無料のヘアカットやポートレートのプレゼントをして旅をしています。前回ようやくインフルエンザも完治し、インドネシア、ジャカルタの街を散策。次の街への切符購入や、生まれて初めて入るムスリムのモスク、異文化に触れる経験を経て、今回の動画ではインドネシア初のヘアカットを孤児院にて行います。今日も行ってきます。自分で選択する気満々だったんだけど、最初もエアビーで家借りた時以外、なかなかやっぱね、人数も多いから干す場所なくって、なんで基本的に、でも東南アジア、今のところフィリピンとインドネシア、ランドリーめちゃくちゃ安いんで、100円ちょいとかで全部やってくれるから、で綺麗に洗濯と乾燥と、あのもう薄く畳んでくれるんでね、ちょっと洗濯物は今のところお願いしちゃってますけど、まあその分ドミトリがねめっちゃ安いんで、まあ逆に時間の節約と思えば100円ちょっとぐらいだったらね、全然ありなのかなと思ってお願いしてます。ちょっと洗濯物出して、なんか朝飯を適当に食べれたらいいかなって感じですかね。おはようございます。スーパーです。この旅でね、ほとんど悪い目には遭ってないんだけど、唯一MacBook の充電器の一番先っちょのなんか 65W かなんかのでっかい、なんつうの、電源アダプターっていうのかな、あのコンセントになる部分だけだいぶ序盤で盗まれて、でまあ一応その USB 挿して、あのハブみたいなやつで充電はできてたから、まあまあまあそれでいいかと思ってたんですけど、やっぱりそのね、あの元々あったでかいやつに比べると充電スピードめちゃくちゃ遅くって、まあ本当にこう夜中寝てる間につけっぱにしといて、ようやくまあまあ補充できるかなみたいなレベルなんで、ちょっとやっぱりね、がっつりいいスピードで充電できるのが欲しいななんて思うんで、まあちょっとそのアダプター、なんかどうやらね、ジャカルタにもね、まあジャカルタの秋葉原と呼ばれてるような場所があるらしくて、まあそこは結構パソコン用品とか売ってるみたいなんで、まあそこ行ってちょっと探してみようかなっていうのと、まあちょっとついでにそこら辺なんかモール、ショッピングモール考えたら、インドネシアのモール行ってなかったんで、ちょっとまあインドネシアのね、結構フィリピンでは何回か SM とかいろんな大きいモール回ったりしたんで、ちょっとインドネシアのモールもどんな感じなのか、ちょっと様子を見て、なんかいいのがあれば買い物もしてみたいななんて思います。行ってきます。はい、この辺がマンガドゥアモール。なんかその
秋葉原的な電化製品がいっぱい入ってるモールと、あと普通のショッピングモール、多分洋服とかがなんか多めなんかな、ちょっと中入ってみないとわからんけど、がまああのよくあるララポートみたいな感じでこう連絡通路で道路をまたいで、まあ2つあるみたいな感じっぽいですね。で僕はメイン今日はとりあえず絶対買いたいなっていうのは家電系なんで、ちょっと家電のこっちが家電なんかな、それもちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず家電の方メインでちょっと見て、欲しいの見つかって買えたら、あとはちょっとブラブラと。今日夕方からね子供たちのカットがあるんで、まあそれに間に合うように一回宿には戻りたいんでね、ちょっとブラブラと見ていきましょう。まあまだでも開店直後の10時なんで、だいぶ余裕はありそうです。結構思ったよりちゃんとしてる家電街しますね。すごい、これは見つかるっしょ、さすがに。なんならカメラレンズとかもいっぱい売ってるよ。すごい、これで充電できる。マジ充電がね、すげえスローだったから。ケーブル。あ、でもタイプ C あるね。タイプ C。あ、でも 65W。あ、これにしようかな。ちょっとシャッター閉まったりとかはあるけど、普通になんかみんなデパートって感じがする。建物自体めちゃくちゃでかいんで、もうね、わあ、もうここなんかすごいけど、わあ、いや待った、想像以上だわ、想像以上の、これ伝わるのかな、これ下から見るまで。もう入り乱れてる。百花繚乱。これはもうとりあえず安くていいので T シャツも2枚ぐらい欲しいなって思います。5万ルピアあったよ。5万ルピアセールあった。5万ルピアセールあったけど、ちょっと待って、ここバンドティーゾーンっぽいぞ。バンドティーというかアーティストティーっぽいぞ。あ、ストーンズ。どうしよう、色的にはこの茶色の方が好きだけど。テレマカシー、サンキュー、バイバイ。はい、というわけでね、見どころ盛りだくさんのなんだっけ、マンガドゥアモールかな、確か。そう、見どころ盛りだくさんの
ジャカルタマンガドゥアモールでした。まあぜひね、ジャカルタに来てなんか安い買い物してなって思ったら、あの飯食ったりとかもできそうなんでね、あのフードコートみたいなのもちっちゃいけどあったし、というわけで帰りましょう。まあ昨日もね、朝通った道なんですけど、まあ気持ち早めに着くぐらいのところでちょっと個人の方に向かって今日はね、ヘアカットしていきましょう。いや、初めて会う子たち楽しみだな。そしてなんだかんだジャカルタでの初カット、インドネシアでの初カットだからね。まあ本当言葉が通じない中でだから、まあなんとか写真とか翻訳アプリとか、まあうまいことちょっとやっていきたいな。せっかくやるからには本当にみんな楽しんでもらって、みんないい思い出になるような時間にしたいし、ヘアカットにしたいなって思うのでね。Terima kasih. Yeah. Pakai cukur pas mau lebaran. Oh ya. Thank you. 個人のカット終わって、帰りに洗濯物も手に入れて宿に帰ります。なんか晩ご飯なんか食べてシャワー浴びて寝よう。明日はちょっと早起きして朝のルーティン朝カフェやって。ちょっとね、ラグアン動物園っていう動物園に行きます。ラグアン動物園はなんか噂によるとめちゃくちゃでかい動物園らしくて、多分かなりまた体力を使う一日になるので、で帰りにね、今日髪切りに行った孤児院に今度写真撮らせてもらいに行くので、まあ一日明日は写真デーになると思います。いやマジ楽しみだわ。これラグアン動物園ジャカルタで一番楽しみにしてたんですよね。その次の日には次の町に移動するので、まあ実質ジャカルタ最終日楽しみたいと思います。さあもうこの路地中入るとね宿なんで、今日も一日お疲れ様でした。
like this is YouTube。Nasi goreng。Nasi goreng。おごってもらいました。美味しい。なんかね、おじちゃんいろいろくれて、スープくれたりとか、ありがたい。なんかおもてなしだって言って、感謝です。あー、てりまかしー。ハハハハ。様様。